下に下がりましょう。下がっていくの？とりあえず、はい。地下にあんのね、隙間がね。あります。埋めないとね、地上だけじゃなくてね、地下もね、はい、いずれは空もね。こんにちは。で、今から行く場所が、はいはい、西堀ローサという。ローサ？はい。おう、地下商店街です。なんか、まあ、名前がこうレトロ感あるよね、ローサ。はい、うん、そうです。この扉にもローサと、あ、書いてある、ローサ連絡口、はい、そうなんです、はい、で全国で唯一、うん、駅に直結していない商店街、地下商店街になります。あ、そうなんだ、はい、直結してないんだ、ここは。そうなんです。こちらが、ここ、うん、地下商店街、はいはい、ローサになります。ローサ来た、見てください、ローサ、ローズの絵柄とともに。新潟市の古町地区にある西堀ローサは全長330メートルの地下街です。で、ここがまさにもう象徴する場所、うん、西堀ローサの象徴する場所です。ここが出会いの広場。あ、なんすかこれ、ちょっと出会いの広場だ、書いてある。なんか出会いなさそうですけど。いやいや、あるの、出会い、ここで。かつてはここが待ち合わせの場所だったり、ここで出会って恋が生まれたり結ばれたりとか、まあ、こういったところが西堀ローサなんですけど、いや、味はあるよね、めちゃくちゃね、はい、俺すごい好きよ、雰囲気。あ、ただ、まあ、見てお分かりの通り、ちょっとシャッターを下ろしている店舗も多いんですよね、はい、これまだオープン時間になってないだけじゃないの。もうシャッターはだってまだほら15時だから。番組と番組の隙間で放送しているガタチューブ、今週は新潟県唯一の地下街西堀ローサでジョイさんが厳しい事実に向き合います。そこは存続したい、うん、キングコング新潟店、うん、ずっとここにいたい。さらに NGT48 が高田であの戦国武将と観王会をリポート。本当に美味しいですね。うまいじゃろ。トレーナーとかめっちゃ可愛いもん。ねえ、探してる方もねえ、こうスカーフ3点1000円ですよ、ね、いや全くロケに気づいてないですから。あのスカーフの魅力ですよ。うわ、あ、こんにちは、どうも。ねえ、ねえ、ここやっぱりよく来てたんですか、昔から。そうですね、そうですね、なんか寂しくなっちゃいましたよ、ね、だいぶやっぱ人減りましたか。そうですね、もう昔はなんか相当にぎわってたって聞きましたけど、聞いたらなんかあと1年後にはもうね、うん、閉鎖になる。え、ここが。そうなんです、ね、そうなんですか。1976年に誕生した西堀ローサ、最盛期の1990年代には隣のラフォーレ原宿新潟とともに新潟の若者たちの流行をリードしました。しかし相次ぐテナントの退去と設備の老朽化で債務が膨れ上がり、運営会社の解散が決定。現在入居しているテナントは来年3月までに退去しなければならないんです。それでも西堀ローサを惜しむ人たちにより先月開催されたイベント古町夜市は2日間で5000人を動員、まだまだ人々を魅了しているんです。そうか、まあ、頑張ってきたんだろうけどね、さすがにちょっと戦えなくなってきちゃったっていう感じなのかな。レコードショップとかもあるし。あ、キングコングさんです。キングコングさん、はい、はい、いいね、名前がいいね、キングコング。ちょっとこちらで、うん、店員の方の心の隙間にあるお悩みをちょっと聞いていこうかなと、うん、ここで今日は聞いていくの、はい、思います。新潟を代表する中古レコードショップキングコング、こちらの店員さんが抱える心の隙間とは。すいません、お姉さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。え、なんか見た感じね、ちょっと隙間とか別になさそうな。教えてください。いっぱいあるんですけど。いっぱいあるの、はい、1個ちょうだいよ。何このキングコングが入ってるこの地下街の西堀ローサがですね、はい、2025年で閉鎖しますっていう、うん、はい、お知らせが突然ありまして。あ、突然なんですか。そうなんですよ。だってキングコングさんはもう何年ぐらいここに入ってるんですか、はい、お店自体はもう30年以上。もう、はい、ここでじゃないんですよ。あ、違うとこから。そうなんですよ。この西堀ローサの
前に入ってたところもその前もっていう感じで、キングコングが入ってた商業施設がことごとく消えていくっていう。あ、なるほどね、はい、これはちょっと僕はあんま関わらないようにしたいなって思う。あれ埋めてもらえるんですよね。そうか、なのでもう次がないので、うん、残念ながらこの古町のエリアで大きい商業施設はないんですよ。はい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 、どうなっちゃうのキングコングの未来。これでもジョイさんがこのタイミングで来てくれたっていうことに、はい、思いました。やっぱり思いました。思いました。はい、何俺が来たこと、何来たことで、うん、来たことでやっぱり思いますよね。思いました。ちょっといや何思いましたって何ですか。俺が来たことで何よ。なんかあるなって。なんかあるあるんですよね。いや知らないですよ俺も。なんかあんのかな。店内で隙間を埋める手がかりを探します。今日はよくビーバップが出てくるな。本当にバロンでも出てきたね。ビーバップが。バロン早川さんね。バロン早川で、はい、もう老舗ですよね。はい、この町の。お店の電話も古いタイプなんですね。これなかなかね。そうですね。うん、はい、これ違いますよね。うわー、このサイズの CD とかさ、買ってた？違う、もう違う世代。あー、私の世代ではないです。いや、いいじゃん、松田聖子のあなたに会いたくて。うわ、最高じゃん。世代じゃない方だともうその小さいことにびっくりされて、うん、いやもうバイフォーナウとか知ってる？Tボランのバイフォーナウ知らないの？バイフォーナウ知らないでアナウンサーやってんの？広瀬香美ま、結構いい曲揃ってますねこれね。ありますわ。シングルベッドとかもあるじゃない。わかります。会社のおっちゃんたちとカラオケ行ったら大体誰か歌うでしょ、シングルベッド。いや、そうですねでいいんだよ。そういう時は別に。ゾイさんのふるさと群馬県は数多くの伝説のバンドを生んでいます。中でもボーイ、バクチク、バックナンバーは頭文字を取って 3B と呼ばれリスペクトされています。ボーイ、あ、え、ゾイさん、うわすげえじゃん、はい、レコード なんですけど、これレコードの版が入ってないんですよ。なんで？行方不明なんです。嘘、ね、かっけー氷室京介、当時の感じは氷室っくよ。うわ、いやこれかっこいい、かっこいい、めちゃくちゃ欲しい、うん、これだけお店広いんですが、うん、結局その 3B はこれしかなかったってことで。嘘でしょ、はい、1B ってことですか。申し訳ない。バズタイムズディレクターの大塚奈々美です。バズタイムズは YouTube 大好き新潟チャンネルに配信している動画を紹介するコーナーで、毎週バズタイムズディレクターがバズインを求めて各地を飛び回っています。今週は杉本ディレクターの動画です。それではご覧ください。 3,2,1,9 ということで高田城址公園に到着しました。はい、本日案内をしていただく方に登場していただきましょう。お願いします。おお、 あれこそが春日山城主上杉謙信、いざ剣山でござる。すごい。この上越市の、はい、まあ、様々な観光であったり、はい、まあ、文化などを紹介するために武将隊として活動いたしておりますので。とっても素敵な橋ですね。あ、そして、はい、まあ、今はな、観桜会というものの会期中であるから、はい、まあ、今ちょっとな、晴れじゃけども、うんうんうん、ええ、まあ、こちらに、はい、この上越の美味しい食文化というものが一堂に会するのもこの高田城址公園観桜会の魅力。する点って何じゃかしら、分かるか。イカの天ぷら。イカ、お、うん、スルメ。あ、スル、え、スルメの天ぷら。そうじゃ、こちらのスルテンさんは若杉さんが元祖として出されたものなんじゃ。せーの、はい、いただきます。いただきまする。うん、あ、良い塩加減。ちょっと柔らかめのソフトイカではなくて、しっかりとした乾燥したスルメを使っておるゆえ歯ごたえがあって、うん、噛めば噛むほどまた味が出る。本当に美味しいですね。うまいじゃろ。うん、到着。はい、すごい。そうじゃ、目の前で見るとなかなか迫力あるじゃん。うん、ありますね。ね、立派な三重の櫓でござる。三重櫓。
さあ、じゃあここは高田城三十櫓内でございまするな、はい、今は展示の方を、まあ、行っておりまするな、ね、いろいろあるであろう、あ、葵の大きな御門がございまするが、あれは徳川家の家紋。そう、あの元々この櫓そのものは、うんうんうん、徳川家康殿の六男の松平忠輝という方が、まあ、築城されて、まあ、入城されたということで、どうじゃ。すごい、ご覧ください。すごい、わあ、これで桜が満開だったらまた絶景だったな。そうじゃろうね。まあ、そしてじゃあね、まあ、桜の催しやってるわけじゃろ。はい。ね、この観音を変えてるのも今年で99回目。まあ、まあこの高田城の桜の一番の見どころとしては夜桜。夜桜。そうじゃろう。ね、この夜桜は日本の三大夜桜。日本三大夜桜。そうにも数えられておるし、はい、さらにはライトアップ夜景遺産というものでもこの城はこう数えられておるし、いろんな称号をこの高田城持っている。ね、まあ、そしてその夜桜を見るには一番の場所が実はまだあるので、目的地まで瞬間移動するっていう特技がありまして、うん、一緒にしていただけますか。何それ、そんな忍びみたいなことできるのかも。お任せください。すごい。まずはパワーを注入させていただきます。怖い怖い怖い。よし、来た、なんか来た。よし、それでは参ります。せーのでジャンプしましょう。せーのじゃな、いきますよ、せーの。おー、はい、うん、おー、すごくないですか。瞬間移動いたしたぞ。綺麗。ということで来週のバズタイムズでは私大塚ディレクターが担当します。ヴィンテージリノベーションされたお部屋を見に行ってきました。すごい秘密がたくさん隠されてましたよね。はい。YouTube 大好き新潟チャンネルのストアページでバズタイムズのグッズを販売中。ぜひチェックしてみてね。ジョイさん、うん、永井さんの心の隙間を埋める方法見つかりました？うん、心の隙間はあのね、正直これはもうぶっちゃけちゃうと埋まらない。そこは存続したい、うん、キングコング新潟店、うん、ずっとここにいたい。来年全店退去が決まっている西堀ローサ。キングコングもここから離れなければなりません。正直これはもうぶちけちゃうと埋まらない、うん、埋まらないんだけども、言ってるもんね、永井さん。違う、もう落ち着いてくださいよ。やっぱね、まあ、もう前に進んでいくしかないんですよ。はい、うん、はい、いやでもね、こうキングカズがワールドカップ外れたじゃないですか、メンバー98年にあの時なんて言ったか覚えてます？覚えてないでしょ、はい、魂はフランスに置いてきたって言ったんですよ、はい、魂置いときゃいいんですよ、ここに。そしたら残るんだから。で、カズ今も現役でしょ、はい、ポルトガルでやってんすよ、サッカー世界飛び出してやってんすよ。ストーリーは終わってないんすよ。魂どこに置いてもいいですから、魂の住民票ここに置いとこう。決まったよ。え、うん、ほんとカズの言葉大事にしてください。魂がローサに置いてきたって、はい、これが自分の口癖になるよね。ね、分かりました。していけばいいですから、はい、これで大丈夫です、ね、そうします。よかった、なんとか。そうします、なんとか成立させた。ガタチューブは大好き新潟チャンネルで見逃し配信中。